撮ってんじゃねえだろ。スマホじゃねえかよ。撮ってんじゃねえか。おい、クジャク団スタイルでいきましょい。どうも、クジャク団です。はい、ということでね、田中さん、何ですか、話があるということで。僕らね、こうやって今 YouTube と配信ね、生配信もしてるんです。やってますよ。で、結構僕らの生配信も、まあ、芸人ならではじゃないんですけど、結構暴言とか言っちゃう。僕がね、特にね、死ねとか殺すぞとか言うてる方がありますよ。ギャグで言ってるのもあるんですけど、はい、たまたま見てるやつが僕に、Twitter でメッセージしまして、お前ら訴えんぞみたいな、ね、殺すぞとか言いやがってみたいな感じで来て、アンチってことですか。おそらく、いや、冷やかしかなと思ったんですけど。でも、もう正直、アポ取ったんでしょ。はい、だから僕、だからボケですよとか言ってて、いや、もしそんだけ文句あるなら直接どうですかっていうノリで一回送ってみたんですよ。訴えるって、その僕の暴言で訴えれるんですかね。名誉毀損っていうことでしょ。わからないですけど。まあでも生配信とか名前じゃないじゃないですか。その自分で付けたニックネームとかなのに、その人って特定できないとは思うんですけど、まあどうなるかわかんないですけど、とりあえずね、僕はこれ隠し撮りの方がいいと思うんですよ。本音で喋ってこない可能性があるんで、その方がもしかしたら来ないかもしれないですけど。ああ、まあね、そうそう、まあアンチか。なるほど。訴えるってのややこしい。はい、ね、今回動画にしてますけど、今までね、そういうことありましたからね。電話番号を公表したらバンバンかかってきたりとか、もいろんなことあったじゃないですか。結局一回も訴えられてないんで、まあまあそうなんですけど、訴えれないと思うんですけど、まあこんな、でもアンチの人と喋るっていうのはなかなかない。まあむしろ僕逆にその人もすごいよね、よう会おうと思うよね。うで、来たら仲良くなってほしい、逆に。もう15分経ってんの、こんなほんまに。あんまでも俺もな、長時間取ると容量も行くし。どっから来んの、それは男とか女の分かんない。多分男だと思うけど、女の人って聞いてるな。結構いい時間経ってきてるけど、もう20分か15分か20分ぐらいないかもしれない。帰ろうかな。いやでもいつまでも待ってるんやつ。まあまあまあ、俺テラスとかないと思う。いや俺でもワンチャン向こうバグってたら怖い、なんか変なやつ多いじゃん。まあ言うても街やし、すぐ大きい子だ。言うても2対1や。中学校高校でもこんな喧嘩ないで、うん、今の時代。あれちゃん、あ、どうもクジャク団です。マジで。あ、はじめまして。あ、どうも。あの、連絡。あ、どうも。はい。なんか、訴えるとこに。はい、あ、訴えますね、マジで。どんだけ傷ついたか。え？でも僕、傷つくっていうのは、はい、僕なんか。まあ、いや、ボロクソ言ったでしょ。覚えてないですか。覚えてない。まあ、ちょっとパフォーマンスでもあるでしょ。芸人なんで、やっぱりその。覚えてない。いや、めちゃくちゃ言われたんですよ、これ。なんて言った？え？なん、配信中なのに。俺の口臭いとか、なんでわかんだっていう。バンバンタメ口やん。え、おいくつですか。いくつ、いくつですか。僕っすか。僕18っす。お前な、お前本当な。僕全然弁護士とか知ってるんで、知り合いの。なんで何を訴えんの。まあまあ。敬語そもそも敬語で喋るよ、お前。お前まあ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 。何やねん。あ、配信ずっと見てるんですよ。めちゃくちゃじゃないですか。めっちゃファン、警察の携帯。ファンの声。関係ない。でも世間が迷惑になってるんですよ。いや、それでお前は何を訴えんの。いや、こっちはすごい暴言吐かれて、他のリスナーもめちゃくちゃアンチいるんですよ。ほんで何をどう訴えんの。この名誉毀損とか、そういう名誉毀損っすよ。何の名誉毀損なの。何のお前の。いや、僕の名誉ですよ。お前の名誉って何やねん。配信勝手に見に来てるんで、僕らのこと別に勝手に見てるわけじゃないですか。消したらいいだけですし、そんな、ね、いや、そんなんで収まるんだろう。僕もさ、来ないですよ、こんなところに。で訴えるって、なんでわざわざ連絡取ってくるの。訴えたらええんかって。訴えますよ。だからそれはその前にちょっと面と向かって話したいなと思って。どういう人なのか。まあまあまあ、
どういう人もその別に。まあね、僕らパフォーマンスしてます。あれがパフォーマンスなのか、それとも本当に悪意があってやってるのか。悪意もクソもないやんけ。別に俺お前のこと知らんやんけ。誰かもわからん。なんで俺カレー臭えぐいな。くっそ。あんま思んないし、ラツコ。まあ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 。なんすか、なんすか、黒いスーツで、もう服っすか。組織外。なんだこれ。ご愁傷なさそうです。素人だから。まあ文句あるなってくるよ。別そういうつもりじゃなくてな。お前がなんか喧嘩売ってきて。喧嘩売ってんの最初からあんたでしょ。売ってないけど。お前誰か知らないけど俺。よし、あんた誰ですか。いや相方でしょ。わかるわかるよ。っていう、いじりっす。わかんないっすか。18か。っていういじりっす。18やんな。18です。18や。まだ俺。まあとりあえず別にそう。ダブルや。もう全然思わないし、帰っていいわやっぱり。何すかそれ。いや、とりあえず訴えるんで。訴えるの、はい、いいよ、もうこんなんばっかりだよ。お前だって、お前の名前すら知らんじゃん。何スニーカー今まで見てきた分、もうすごい無駄な時間費やしたんで。知るか、そんなもん。まあ、勝手に見てるから、まあ、課金もしてへんやんけ、別に。課金するわけないでしょ、あれ。誰かしてんの、ほんま腹立つわ、マジで。やばいっすね。なんなん、こいつ、マジで。君の方がやばいけどね。うん。いい年こいて。ほんと、いくつですか、マジで。36でこんなことやってんすか。え ?18 でこんなことやってんの。普通腹立つわ、ほんま。いや、18は全然いいでしょ。36っすか。やば、マジジジイじゃん。やば。引くわ。で、なんだよ。もう、そうどうしたいの。結局どうしてほしいの。じゃあ、吉田に謝らせ。いや、まず謝罪がないじゃないですか。なんで謝らなあかんの、お前に。狂ってんのか、お前気持ち悪い。勝手に見てよ、吉田に何でかおかしいの。なんでスマホんじゃねえかよ。おい、撮ってんじゃねえかよ。おい、やめよ。